こんにちは鶴巻温泉治療院の溝口です。正常眼圧緑内障のお話です。日本での失明のトップは糖尿病網膜症ですが、2番目に多いのが緑内障です。その緑内障の症,の症状の特徴は眼圧上昇視野狭作視神経障害で、それが診断基準にもなっています。 ところが眼圧ががが高くくなならないいののに、視野視野狭や神経障障害が出てくる緑内障が結構多いのです。これまでも眼圧が高くならない緑内障があることは知られていたのですが1989年の調査によると眼圧が高くならない緑内障は高くなる緑内障の約3倍という数字が出て緑内障の考え方に影響を与えました。 これまでの緑内障の考え方では眼圧が高くなってそれが視神経を犯すと考えられていて高くくななっったた。が圧を低くすることと治療の目的となっていました普通正常眼圧は11から21水銀中ですがこの眼圧が誰にとっても安全とは言えないわけで眼圧が高いことを診断の判定にしていると 初期の発見が遅れる可能性が出てくるのです。正常眼圧力内障の原因としては、視神経への血流量の低下が大きいと考えられ、多くは巡回障害を伴っている場合が多いようです。高血圧も小血管の血流に障害が出ますし、低血圧でも十分な血液が目に行かないので要注意です。 40歳以上の約30人に1人が緑内障を持ち、そのうちの8割が治療を受けていないと推定されています。40歳以上になったら、健康診断で眼圧とともに眼底の検査を受けることが大事です。身内に緑内障がある人、糖尿病強度の禁止、ステロイドホルモンを使っている人は、特に定期的な検査を受けるべきです。